島田洋一の朝から言わせろ。いいね、それ。あけまして、おめでとうございます。KBC のゆうちょうへいです。あけまして、おめでとうございます。島田洋一です。あけましたおめでとうございます。小柳ゆうきです。二千二十年。毎年ようあけるな。ようあけるなって、誰かが開けてるわけじゃない。本当ですよ。こ弟子の頃な。はい。しょんとこ行くのが楽しみで、新んとか、俺らで行くや。はい。簡単に行くわけやんか。 えもらえるんですね。ほい、まあ、で期待をしようっておったん、はい、奥さんの方「はいはい、あの人おもろかったやっぱ漫才師あんたたちあの1万円と5,000円のお年玉どっちがええ?」とか言われて <laughs> <laughs> そんなこと聞くか。ほ <laughs> いく郁恵れさんもで全員が「一枚って言うわから。<laughs> <laughs> その後の言葉が「ガツガツしてるね正月から言わしたのあんたでしょ」みたいなね。 もろかったとやっぱ漫才師やって1万円と5千円の落とし玉どっちがええって。もちろん1万円の入ったのしかないけどいなんかお笑いって言いたいのに。あれがもうやっぱり今考えたらすごいメンバーやんか。 なあほんで島田一之輔、うん、ほん中でいっぱい入ってあと23人売れないの持ったけど「で待てうだ!」って言うたら師匠がパーくれはんねん着物着てはんねんな奥さんも「今着物見らんなあ」うん、そうですねあやっぱ正月ぐらいな、はい、でもお年玉結構大変やもんなうちの嫁はんもやっぱ親戚多いから、はい、うんでもううちは3,000円かな小学生は<あ>中学生が5,000円から、うん、決めてるで高校生が1万円、うん なるほどうん、まあ、大学から「なしバイトせえ!」って言うのやっうちの今じゃいつまでも甘いんじゃねえかほん欲しい一番欲しい,時いやでも大学生子供可愛いい、ね、でうんほで2歳とか1歳の子来るやんそれでも3,000手に入れたら「意味分かってないかー」って言うたり拭いとったもんな <laughs> すぐ親がとんねんけな。<laughs> <laughs> 貯金とかしてるけど分からんって小学校になったらわかるから貯金しとくねって預かるけど一、うん、歳二歳の子はな、うん、どうなんだろうなえどうするんですかえ,えあれどうしてるんですかもらった後使いました。えー 子供のつこたん。やっぱりそんなもんやで。マジすか。月々のいろんな支払いに買っまた後で取り戻そうと思って。取り戻そう。おまか後で取り戻します。夢がない。夢がない。え、でも今年でも良かったっで迎えられて。俺2月で70なんで。もう最後の年かもよ。見えないんですよ70にしようは。見えないそんなことない。もう70やけどね2月まではまだ69やから。今年聞いて。 今おいくつですか 69! よいしょお時間ですはいまだお若いまた明日です <laughs> 何になった言わんがね。<laughs>